これらの調査から我々は長安城とシルクロードと結ばれた漢帝国の道路を復元をいたしております長安城の中軸線が南に行くと四五にというところから漢中平野四川雲南へ行きます北に行きますとその真の帯同を経て草原のシルクロードに接続をいたしております高素長領はおそらく世界の中心と考えられていてそれを西方の武帝の武帝ですねこれはあの シルクロードを開いた方でありますその方の高低量等を結ぶ道路を西方に行くとアジアを全体を結んだシルクロードになりますさらにこの高層の長領を東へ行くと中原それから三島半島それから北海湾高海を経て中国の東北地方や朝鮮半島湾につながっていたと考えられますこの時代のシルクロードはアジアの全体をつなぎ それの一つの節目がこの長安城の周辺にあったと考えられます。